ピザです。あっち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 、こちらですね、アメリカのピザです。すごい色とりどりですよね。これドミノピザですね。日本にもあるかと思います。もう食べちゃってますけど、こちらドミノピザ、これ一つのホールで、ケビン、こちら一つのピース、この円周でだいたい10ドルぐらい、1000円ぐらいですよね。日本だったらだいたい2、3000円する、多分このタイプだったら2、3000円すると思うんで、アメリカのいいところはピザが安いところです。でもお腹の方には気をつけないといけないですね。ではまた。深夜、動画編集が終わって食べるピザの味はめちゃくちゃ美味しいです。これはドミノピザっていうところのピザなんですけど、こちらですね。もうルームメイトと一緒に食べたんですけど、あと 1ピースだけで、今が午前4時52分。いやー疲れましたね。動画編集をして、あと少し Kindle で本を読んで、あと宿題も終わらせて4時52分です。こんな生活ダメですね。でも夜食のピザは美味しいんで食べます。いやー、美味しいです。なんかいろいろ具材が入ってます。何なんだろう、わかんないです。では皆さん、いろいろ大変なこともあると思うんですけど、最近の皆さんの悩みは何ですか？なんか自分も悩みはいろいろあるんですけど、人に話すことで結構解決することが多いなって思ったんで、もしよかったら下のコメント欄の方に自分の悩みを、もしよかったら下のコメント欄の方に自分の悩みを書いてみてください。自分もいろいろあるんで、もしかしたらアドバイスできることもあるかもしれないので、ありがとうございます。皆さんピザもっと食べてください。冗談です。以上です。それでは。